今日午後、鹿児島市の平川動物公園で女性飼育員が黒ヒョウに襲われ、怪我をしましたが、命に別状はないということです。平川動物公園によりますと、今日午後3時20分ごろ、屋内の黒ヒョウ舎で餌を食べていた黒ヒョウが檻の外にいた20代の女性飼育員に飛びかかる形で、鉄格子の隙間から両前足で飼育員をひっかきました。 飼育員は頭と手から出血しましたが、命に別状はないということです。飼育員を襲ったのは体長およそ1メートルの2歳のメスで、鉄格子の隙間は5センチほどだということです。園は今後、鉄格子の隙間から足がすり抜けないよう対策を取るとしていて、明日も通常通り開園するとしています。平川動物公園ではおととし10月、 男性飼育員がホワイトタイガーに噛まれ死亡する事故が起きています。